色かっこいい。というわけで今回の新しい車はカイエンクーペでございます。しかも GTS、 これクレヨンかな。というわけで今回の車の担当者は名古屋店飯村さんです。よろしくお願いします。これクレヨンですか。クレヨン、いいっすね。やっぱりしかも PCGB も入って、クラシックのホイールも入って、なんか買えるのもったいないぐらいなんですけど、これをとりあえず中に入れたいと思います。さあというわけで車も中に入れまして、はい、パーツも並べまして、はい、改めて紹介させていただきたいと思います。飯村さんです。はい、よろしくお願いします。今回ベースとなる車がこちらでございます。来ました、カイエンクーペ GTS ということで、はい、こちらのもうお車は乗られてる車なんですか。乗ってる車です。でも割と最近納車された感を感じるんですけど、はい、あ、でも去年の秋口ぐらい。じゃあ少し乗られてる車ということで、うん、これっていうのはちょっと先聞いていいですか。はい、カスタマイズ前提でもう車を購入されてるんですか。そう、あの基本的にあのいじらずにいられない重症患者さんなんで本当ですか。はい、ボンド名古屋病院に、はい、あの通院されてる方なんです。そう、ただなんか買ってからどうしようっていうタイプ。あ、そういうことなんですね。そうなの、大体なんかこう多いのってもう買う前、まあ、いじる前提でこれ買って、もういじる内容決まってて、新車運ばれてはいスタートみたいな感じが多い、割と。だけどこのお客さんは買いました、納車されました、なんかない。なるほど、うん、そっから始まる感じなんで。ただベースこれめちゃくちゃかっこよくないですか。そうね、あのすごくいい仕様で、色がまずこのクレヨンということで、はい、これ結構増えましたよね、一時。そうね、そうね、結構グレー系のってナルドグレーとかも、うん、はい、うん、で改めて見てもめちゃくちゃかっこいい、うん、そしてあとはそこを後からカスタマイズしようっていうのを、はい、ちょっと物語るポイントとしては、もうカーボンパーツとかいろいろついてるということで。そう、純正オプションのカーボンとか、あとはこうそのもうは最初から素地が、はい、この辺はグロスで塗られてるようなかなりいいポイントじゃないかな。オプションが入ってます、はい、こんな感じになってると。そしてこれナンバーベースなんかも最初から塗ったるの。ナンバーベースもこれ塗ったるのね。塗ってありますね、ね、はい、そして横に回っていくとこうホイールも最初いじるつもりなかったっていうのを感じてしまいます、ええ、めちゃくちゃいいホイール入ってるじゃないですか。そうなんです。なんとフックスのクラシックデザインのホイール、こちらが装着されていると。これもちろん今回あの外装コンプリートにするんで、ええ、あの外した感じですよね。そうですね、いただきますって言って、はい、書いちゃいます、はい、嘘です、はいはい、というわけであのいいオプションのホイール入ってるんですけど、うん、今回は大体に変えちゃうということで、はい、そしてあの GTS でも PCCB オプションですよね。オプションですよね、はい、でしっかり PCCB も入ってる。開演系に PCCB 入ってるってあんまりね最近。そうですよね、うんうん、ターボ S だと標準でしたっけ。ターボ S もオプションじゃないかな多分。あんまり見ないっすよね。あんまり見ない、はい、うん、というわけでこの辺もしっかり入ってて、キャリパー塗るところがちょっとどうなるのかなっていうのは気になるところですけども、はい、これちょっとエアロの後に、はいはい、聞いてみたいと思います、はい、そしてあとはもう全部クレヨンで、あとこの辺なんかも黒いんですね、はい、そう、多分パッケージでもうその窓枠黒で、ドアミラーのベースも黒だし、はい、樹脂パーツも黒、そう、全部黒で塗られるパッケージなんじゃないかな。この辺なんかは触る予定はないです。あ、ないんです、ね、はい、じゃあこの辺なんかを生かして、でミラーなんかも最初からカーボンだったりとかって、はい、非常に豪華な車になってると。そしてクーペといえばこのスタイルなんですけど、クーペをあんまり激しくというか、うん、外装コンプリートって今までないですよね。なかなかですよね。よっぽどそのオートサロンに出させてもらった商品車で作ったカイエンクーペテックアートぐらいで、ね、組んだぐらいで、はい、あんまり依頼がないかな、はい、まあポルシェのディーラーさんもね、なかなか改造に対してあれだしっていうのもある。ただやっぱりこの辺の造形が違うんで、うん、エアロパーツ の, そのスタイリングが変わってくると思いますね、はい、この辺もこの後つけるエアロパーツ紹介したいと思います。そして後ろに回ってきて、後ろもあこの辺も全部カーボンになってるんですね。そう、外しますというわけで、はい、ちょっともったいない感じですけども、この辺も変えちゃうと、はい、でエンドなんかも最初から黒くて、なんかもう本当にいじる前からめちゃくちゃかっこいい車。そうだから本当に最初に、まあ、どうしようかって話になった時にもう純粋に、まあ、これすでにもう ASC が入って車高が下がって、あ、そうなんすか、下がってる。
だから今回結構ベタベタにそうになってくるで車高も下げてあるんで、はい、まあさらっとホイールを履いて終わりにするのかガッチリいくのかっていうそういうことなんですね、はい、そしてこんなかっこいい外装なんですけど内装もそうこれかっこいいんですよ。しゃれてます。ぜひ見てください、はい、ご覧ください。なんと同色系の内装ということで、はい、めっちゃかっこよくないですかこれ。すごくおしゃれですね。やっぱり外装コンプリートにするとき内装とのバランスってすごく大事じゃないですか、うんうん、でいろいろ自由度の高いポルシェなんでこの辺はかなりもう純正だけどかっこいい。そうなんです。でここ一部分だけアルカンターラになったりとか、はい、しかもアルカンターラも何ていうんですか真っ黒黒のアルカンじゃなくて紺色のアルカン。そうネイビーのね。そのグリップのところだったりピラーだったりでインテリアに関してもカーボンパーツが入ってるとか、はい、ステアリングもカーボンになってたりとか。じゃこれ外装コンプリートになったら最高のそのさらに上を行く感じですね。さらに上行きます、はい、というわけでこんな内容の車なんですけれども今回取り付けるパーツをご紹介したいと思います。はい、こちらです。なんとマンソリーの外装コンプリートしかもワイドボディになっちゃいますということでバババッとエアロパーツを並べてみました。はい、結構パーツ点数多いっすね。なんか意外とだ今回なんだオプションでめちゃめちゃいろいろあって、はい、バンパーグリルのヒゲとかフロントフェンダーからドアにつながるラインとか、ね、その辺をまず一切やめたの。あ、そうなんだ。そう、あんまりこうガチャガチャしないようにさらっとできるだけするようにっていうことで極力パーツ点数を抑えたつもりがしかし確かに意外とあるねっていう。カイエン のフルマンソリーって他のなんか車種に比べて割とこうおとなしいって言ったらあれですけど、うん、なんかこうすごいまとまりのあるシンプルなこう車じゃないですか、はい、デモカーとかもオレンジ色でボネット貸したりするんで結構派手めに見えるけどよく見るとそんなにこう造形めちゃくちゃ変えてるんじゃないんだろうなと思ったら、ねうんうん、意外や意外パーツセンサーめちゃくちゃ多いありました、はい、前から見ていきますか、はい、前側はなんとこの下側バンパー下側ごっそり交換ってことですかね。そうだね、アンダーカバーみたいな部分を純正の外して、はい、これをごっそり交換して全部マンソリーのこのドライカーボン製のエアロパーツに変わっちゃいます。はい、これ単体で見ると結構っすね。でかいよね。でかいっすね。そしてこれパーツは2ピースになってるんですね。外側と内側と内側と、はい、そして全部マンソリーですからこういったなんですか差し込みのこういうところもドライカーボンですごいっすよね。だから作りがやっぱりね FRP じゃ絶対できないじゃないですか強行的に。なのでこの辺も全部漏れなくなってる。そして今回はワイドボディキットということで、はい、こちらがフロントのオーバーフェンダーが、オーバーフェンダーが、はい、どんくらいでしょう2センチぐらいワイドになる感じですか多分。そうっすよね、うん、このぐらいワイドになると。でこれもあの下処理がされてますけど当然ドライカーボン製ということで、はい、こんな感じに。でこれはあバンパーのラインがちゃんとここで切れるようになってるんですね。そうそうそう、このフェンダーとバンパーとこのオーバーフェンダーがついて後ろ側はカーボンのこのダクトが出せるように出せるようにカーボン目が出してあると。で今回は一番スタンダードな綾織りのこのカーボン目がここだけ出してある。この辺の塗り分けなんかもじゃあ出す感じですか。オーバーフェンダーは先ほど話してまるっと塗っちゃう。あ、そうなんですか、うん、全部ダクトも塗っちゃう感じなんですか。ダクトも塗っちゃう。なるほど。そしてそこにつながるこのサイドスカートとなんとドアパネルも今見たらこれ交換っぽいですね。そうだね、純正のドアパネル、ドアの下のところだけ別パーツになってるんですけどそれをこっちのマンソリーのドアパネル結構立体感ありますね。そう、出っ張ってるね。はい、と下側サイドスカート、サイドスカートはもう全然形違うですね。もう全然張り出しがね前側の、はい、前後ろで張り出しが出るタイプでこんな感じで。そして後ろ側のこのドアパネルに関してはこれこことくっついてでなおかつこれダクトがついてでこっちオーバーフェンダーにつながってるっていう。そうそうそう、ちょっと複雑な形状ですけれどもここにダクトも多分網とかつくんですよね、おそらく。でコンプリートカー見るとここなんか塗り分けしてあるってことで、ここだけ残しちゃった。これ山のところがカーボン目が出してあるってことで、はい、これもじゃあ塗っちゃうんですか。これはあの出します。あ、出すんですか。ラインで。なるほど、はい。まあ、この辺塗り分けでいろいろできるのもマンソリーのいいところ。そうだね、上だけ塗って下だけ、はい、上塗って下だけ出すとか。ああ、なるほど、その辺なんかもできそうです。そしてリアフェンダーはこれドアにかぶるんでなんと3ピースということで、はい、ドア側とフェンダーとあとリアバンパーとですね。この辺なんかも全部ドライカーボン、うん、これもじゃあ全部塗っちゃう。そこも塗ります。そしてリアに関してはこのクーペの特徴的なルーフスポイラーとトランクスポイラー、これはオプションになってるんで。見ました、これこの
先端のパーツ、あ、脇所につくやつ、そう、はい、これここつくんですよ、はいはいはい、でかくないですか、でかいねだいぶでかい、ね、これルーフの形状全然変わりますよね、だからそう、だから今も純正のルーフスポイラーがついてるけど、はい、あのルーフスポイラー、ルーフが黒いんだけど、ルーフ黒いのにスポイラーだけ同色で、確かに、だかそれもカーボンでそのままつけるとルーフが伸びてるように見えるかなっていう、確かに、あ、そうか、これが純正もともとついてるんですね、そう、なるほど、で、ちょっとこうダックテールみたいな感じで真ん中へこんでるデザインですよね、こんな感じで、そしてあとはトランクスポイラーも別であるんですよね、はい、これが純正ついてますけど外して、あ、そっか、これはですね、正直結構純正に近いですだからここがちょっと出てるかなって、そうだね、はい、そうだね、あとはまあカーボン面、カーボンなるんで、はい、まあ、こんな感じ でここにマンソリーのロゴが入るようになってるんですけど、ね、はい、はい、こんな感じで、そしてあとはリアのディフューザーも、なんとこのディフューザーにマフラーカッターがつけてある、くっついてる、このデカさですよね、はい、これどうなんですかね、純正マフラーのまんま、純正マフラーのまんま、この出口のとこだけおそらく外せるから外して、なるほど、じゃあこの中にパイプが2本つく感じになる、そうです、こんな感じで、ただ今回そのベース車両が GTS なんで、はい、フロントはターボが、はい、GTS だから、はい、でもリアは GTS だけがこの形なの、あ、そうなんですか、そうなんで、リアのこのパネルを純正で取ったんで、はい、このパネル、はい、純正の、標準のカイエンのリアパネルに変えてからこれをつける、はい、あ、そうなんですか、そう、つかないんですか、つかないの、じゃあ結構いろいろ変えるんですね、そう、あの GTS だけちょっと特殊で、あ、そうなんですか、そう、リアがね単独っていうか、あれ普通のってどうなってるんですか、普通のってなんかここ埋まってんだよ、はあ、はあ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 、下側も覆われてる、はい、マフラーエンドがボンってついてる、あ、でこれディフューザーみたいになってないの、真ん中も、あ、そうなんですか、そう、純正は、じゃあちょっとその辺の組み合わせが必要ですけども、今回こっそり交換して組むということで、はい、こんな感じの内容になって、はい、そしてここの流れからキャリパーはどうするんですか、キャリパーは、お楽しみでもいいですよ、いやもう前日まで、はい、昨日もお客さんからまあ預かって、はい、で話をしたんですが、やはりちょっと大人の事情でキャリパーは、そういうことですね、はい、どうしてもやめてほしい、ポルシェあるあるの大人の事情ということで、オーナーさん的にはもう塗りたい、はい、でも今回入れるホイールはあまりキャリパーが見えないんで、あ、そういうことですね、そう、逆にまあまあ好都合っちゃ好都合、なんか察しました、はい、はいはい、ということで、じゃあホイールはお楽しみにしておきます、はい、はい、ということでホイールはお楽しみということなんですけども、こんな感じで、はい、ダイソーフルマンソリーのコンプリートを作る予定でございます、はい、最終的にはじゃあ名古屋店でご紹介させていただく感じですかね、ちゃんと終わればということで、終わればちゃんと終わればご紹介させていただきたいと思います、はいはい、お楽しみにということで、はい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします、さあというわけで今回は新しく始まるこのカイエンクーペのマンソリーのそのエアロパーツの概要をお届けいたしました、これホイール先に聞いちゃったんですけど、とんでもないのはめるみたいなんで、ぜひお楽しみということ で今進んでる作業の、マイバッハの GLS とあとグランド GT に関してはこれ、あんまりこうお届けするほど今進んでないんで、また次回お届けしたいと思います、というわけでチャンネル登録と、インスタのフォローよろしくお願いします、最後までご視聴ありがとうございました。